マダラメ社長に協力し、各地に隠されたエナジーポイントを探すこととなった蓮たち。手がかりを求め訪れた原宿で、一行は謎の占い師と出会う。しかし占いは思わぬ方向へずれ始め、ワルプルギスやナポレオン、龍馬の過去が見通されていく。はい、ということで第11話、占い師も困惑、エナジーポイントはどこに、なんですけれども、今予告見てみていかがでしたか？なんかいろいろ暴かれそうな感じはあったよね。ありましたね。マナちゃんと葵ちゃんのがちょっとね、あの観覧車でねごちゃごちゃしちゃったから。そうですよね、ちょっと気になってはいたからさ、はい、ここでまたね、そうそうそう、何か分かるのかなっていう、とかね、あと最後の方にワルプルギスとか、ナポレオン、ね、龍馬も出てきたんで、龍馬とナポレオン怪しいなと思ってんだよね。え、龍馬とナポレオン怪しくない？あそこはできてるってやつですか？なんでいるとお龍がいるのにお龍いるのにダメでしょ、それはもう時代変えるでしょあかんか、ダメですダメですということで、ぜひねエナジーポイントどこっていうのも気になるので、11話ぜひ見てください。はい、それではバイバーイ、バイバーイ。